1週間ぶりですね。今日はじゃあこれ貸し切り状態みたいな。いい時来ましたね。いやいや、もうこれから人は増えていくばっかりですよ多分。いや、わからんですよ。次はなんかクリスマスライトでも買って、あの辺でなんかクリスマスっぽいことやりましょうか。いやいや、何かね、はい、飾り飾り言うな言うんだけど、なかなかね、電気ってあの辺取って電気あくまで来とるんだ。あ、そこまで来てるんですか。うん、あこ電源サイトになっとるけ。あ、え、そうなんですか。だからあれを、まあ何かで使うことがあるって言われれば、上入れりゃ電気つきますけど。ああ、何ぼか払ってみたいな。まあまあ、そこはまあまあいいけど、あれね、一応で、要望があればと思ってね。はい、DOD のテント設営しまして、これね、最近なんですが、乾かしてる途中にね、どっか破れちゃったんですよ。どこだったろう。家のね、屋根かなんかに引っ掛けて、どっかが破れてるはずなんですよね。あ、これか、これだ、ここが破れてる。あ、まあこれぐらいだったらいいのかな。雨はね、染み込んできますけどね、これだったら。これはね、また収納するときにね、養生テープでも貼っとこうかな。うん、なんかこれぐらいだったら養生テープでもいけそうな気がする。本当はですね、DOD が補修パッチみたいなの出してますんで、そういうやつの方がいいんでしょうけども、これぐらいです。これぐらいの穴なんで、まあいいかな。今日はね、こんな感じでですね、ちょっと贅沢に並べて使ってみようかなと思います。普段はね、このオレンジ色のやつだけしか使ってないんですが、この青いやつ、青い方もありますんで、たまにはね、並べて使ってみようと思います。ということでね、テントの中はこのような感じになってます。あとはね、ライト持ってきたりするぐらいかな、寝るときに。で、今日はね、久しぶりにこれを使ってみようと思います。これを使って地面に座るスタイルにですね、今日はちょっと挑戦してみたいなと思います。はい、ということでですね、今回はですね、初めてこういう風に座った状態でですね、キャンプをしてみようと思います。なんか自然の中に身を置いてる感じがしますね。とはいえ、冷蔵庫だったりポータブル電源だったりはあります。この辺はね、自然じゃないんですけども、たまにはね、なんかこういう感じもいいですね。なんだったらこう横になったりとかできそうなんで、まあ疲れたらね、のんびりしながら今日はね、ゆっくりしようかなと思います。まだまだですね、のんびりできるので、先日ね、お話しした有馬記念の話でもしましょうか。あと10日ぐらい、あと10日ぐらいですよ。まだね、登録馬しか出てないので、これがね、そのまま出馬表になるってわけじゃないんですけれども、登録してるね、馬を行きますと、アーモンドアイ、リスグラシュ、サートルナーリア、ワールドプレミア、フィエールマン、ベロックス、奇跡、スワーブリチャード、レイデオロ、アイロリット、シュバルグラン、アルワイン、エタリオ、スティッフェリオ、クロコスミア、ウィンブライト、スカーレットカラー、クレッシェンドラブ、バイスブリッツとなってます。この中でですね、僕の本命もう決まってまして、本命はね、リスグラシュ、リスグラシュから行きたいなと思ってるところです。あの、競馬のね、面白いところで、今予想していることと本番当日のね、締め切り10分前ぐらい、これにね、
この時とね予想が全く違うっていうのもねまた面白かったりするんですけども、買うならばリスグラッシュ、フィエールマン、アーモンドアイ、レイデオロぐらいかな。いや多分ねその辺に決まりそうな気がするんですよね。なんか3歳は話だけなんじゃないかなと思って、話半分に聞いた方がいいのかなと思ってるところがあるので、あんまり買うつもりなかったんですけど、ただねワールドプレミアだけは菊花賞を買ってる馬なんで、まあこれはねありかなと思ってます。サートルナーリア買うんだったらワールドプレミアを買うかなと。でフィエールマンもですね、菊花賞馬でもあって、なおかつ中山のね実績もあるので、まあ平レースとか AJCC とかですけど、ただねこの馬凱旋門出ましたよね。で凱旋門出て48馬身差ぐらいのしんがり負け、48馬身ですからね、これとんでもない負け方なんですけど、ただね単純にロンシャンの馬場が合わないっていうだけな気もするのと、天皇賞春これも勝ってるので距離もね問題ないはずなんですよ。でアーモンドアイとリスグラシューですけども、アーモンドアイは結局香港行こうっていう話で香港に行かなかったというか行けなかったですよね。行けなかったっていうのがなんか発熱かなんかで行けなかったんだと思うんですけど、まあちょっとそういう紆余曲折が一回あった馬っていうのはちょっと割り引いた方がいいのかなと思うので、リスグラシューの方がですね、コックスプレートも勝ってるし、香港バーズ2着、クイーンエリザベス2世3着、ただ中山走ったことないのか、中山がどうかですよね。中山がどうかだけど、まあ、強い馬っていうのはねその辺あんまり関係ないと思ってるので、有馬記念10日前ですけれども、10日前の本命としては、リスグラシュ、リスグラシュから行きたいなと思っております。はい、本日のですね料理の材料こちらになってます。もやし、ニラ、ネギ、豆腐、しめじ、白菜、プチッと鍋の担々ごま鍋、そして水餃子。水餃子がねなかなか売ってなかったので、この冷凍のやつを買ってきました。多分ねこの材料を見たらね分かる人には分かるでしょう。某ゆるいキャンプのアニメの鍋です。でこちらにですね水が入ります。切ったものをね、とりあえず敷き詰めときましょうか。そしてここにもやし、しめじですね。そして周りに水餃子。感じでどうでしょうか。
はい、担々餃子鍋出来上がりました。水の量がね少ないかなと思いましたが、ちょうどいいぐらいでしたね。ちょっとね水を増やすとやばかったです。絶対溢れてきてましたね。このね担々鍋の素っていうのが売ってなくて、担々ごま鍋しかなかったんですけども、作中ではですね辛そうで辛くないとありましたが、どうでしょうか。それではいただいてみます。辛さは全然ないですね。後から来たりするのかな、辛さが。じゃあ水餃子も。なんか鼻に抜けてくごまの香りがすごいしますね。あ、これ美味しいかも。これはいいわ。確かに美味しい。今回ね、作りにあたってですね、一度アニメを見てですね、大体どんなものが入ってるのかっていうのを見返したのと、あとネットで調べてですね、こういうものが入ってるよっていうのでやってみました。結構ねアニメだけだとね分かんなかったりするんですよね、何が入ってるか。ただ結構ね初めて作ったにしてはいい具合の感じでできたんじゃないかなと思います。もやし、しめじ、白菜、ニラ、豆腐、水餃子と。水餃子もね僕初めて食べたんですけど、多分初めてだと思う食べるの。水餃子なかなかいいですね。こうもちもちしててつるっとしてて、やっぱこれでしょう。これがいるんじゃないかなと思います。今日はねとりあえず3本買ってきました。じゃあ鍋と一緒にいただきます。いやーうまい。僕辛いの苦手なんで担々麺あんまり好きじゃないんですけど、これはね美味しいな。試しにねもうちょっとポーション入れてみたくなるので、ちょっと入れてみましょう。なんか入れすぎになるような気がするけどな。やっぱ味が濃すぎる。多分ね色合いだけ見るとねいい感じに見えるんですが、これはね濃すぎです。一番最初に作ったのが一番良かったというような感じになりました。ここにね見えるかな、多分この辺だと思うんですけど、栗の木があります。この大きい方が栗の木で、ちっちゃい方が何の木なんだろう。まあ、とりあえず木があってですね、ここにはですねさすがに電源サイトなんかないと思ってたんですけれども、オーナーさんがですねご厚意で、この栗の木の辺にねなんとねコンセントを引いてくださってるみたいです。なので、まあ、使いたい方がいればですね申し出てくれれば、電源も使えるよということでした。まあ、キャラメルちゃんもですね今小学2年生になりまして、今ね多分ね半々だと思います。信じたい気持ちと、いやもしかしたらこれはみたいなのと半々だと思うので、まあね信じられてるうちはやっぱり信じさせてあげたいので、でですねサンタさんにお願いしたクリスマスプレゼント、キャラメルちゃんはですねなんかこうシールを作るやつをお願いしたみたいです。で
たこ焼きくんはですね、ちょっと前まではデカパトロールカーっていうね、あのトミカのおもちゃ、それを欲しがってたんですけれども、今年のね6月ぐらいから、まあサンタさんにお願いしたらいいじゃんということで、ずっとね我慢させてたんですね。で我慢させてたらですね、6月から12月まで我慢したもんで、たこ焼きくんの中でそのおもちゃはもう我慢できるものだからもういいみたいなことになったみたいです。まあそれもどうかなと思うんですけど、まあ、我慢できるからもういいやっていうことになったみたいで、たこ焼きくんはですね、シンカリオンっていうあの新幹線が変形するおもちゃ、あれをねお願いするということみたいです。で、ミニーちゃん、真ん中の子なんですけれども、小学1年生女の子で、何をお願いしたかっていうとですね、コマ、コマってあの回すコマありますよね、こうヒュッて投げて回すコマ、最近ねコマが回せるようになったもんで、なんかねコマブームみたいなのが来てて、コマが欲しいって言うんですよ。女の子のコマが欲しいって言うんだけど、調べてもねなかなかね女の子のコマっていうのがなくて、でコマってまあ1000円しないじゃないですか。だからいやそれでいいのかなとか思ったりもしてます今。ミニーちゃんに至ってはね、毎年毎年ね、なぜかあの金額がすっごい安いものを言うんですよ。いやそれ別に買ってあげるけどなっていうようなものを言ったりするんで、あんまりね欲がないというかね、ある程度こう根の張るものでもいいから、なんか大きなものを欲しがるのかなと思いつつも、毎年ねすっごい、いやそれでいいのみたいな1000円ぐらいのものとか欲しがったりするので、まあなんか我が家では、ミニーちゃんが一番純粋なのかなと思ったりもしてます。なんかこうね、結婚して、まああの独身の頃はですね、やっぱりあのクリスマスっていうとちょっとね違う意味があったりもしたんですけれども、まあ、結婚してからはですね、やっぱり子供がいるので、まあ、子供と過ごすのが楽しみというか、子供が寝る前にすごいワクワクしてる感じとか、晩ご飯を食べる時とかもですね、なんかすごい和やかな雰囲気が流れるじゃないですか。あれがね、まあ、結婚してよかったなと思うことでもあるし、まあ、子供に恵まれてよかったなというところでもあります。ああいうイベントごとがあるとですね、そういうことをすごく強く思うようになりました。あとそうだ、今年中に1回なんですけど、1回だけね、おじキャン、なぜかあの僕がするキャンプよりも全然人気のおじキャンなんですけれども、おじキャンをね今年中にねもう1回やることに多分なると思います。一緒に行った方からですね、連絡が来まして、今年中に1回やりませんかということで、多分ねできると思うので、僕がね今ギリギリ30代で、もう一人の方が40代で、もう一人の方が50代っていうことで、年はね全然違うんですよ。全然違うんだけど、なんかね、まあ、ああいうの波長が合うっていうんでしょうね。本当にねそういうのって貴重だなと思います。あれで競馬好きだったらもっと嬉しいんだけどな。はい、そういうことでですね、今テントの中に入ってきました。いつものようにこの LMR の寝袋、それと中にね電気毛布が入ってるんですけど、電気毛布入ってるとね全然寒くないですね。寒くなさすぎてめちゃめちゃ快適です。今日もですね、なんかこう料理しながら好きな話をしたりとかしてましたけども、おそらくなんですけれども、おじキャン
おじキャンをね、年内におそらく1回やると思います。それと、あと今日何の話したっけな、有馬記念の話とかか、有馬記念の話とか、まあ管理人さんとね、いろんな話をしたりしてて、あ、そうそう、あのね、この小鳥の森キャンプ場、こちらがですね、今電気毛布使ってますけれども、これはね、ポータブル電源を使ってます。こんな感じでね、ポータブル電源を使ってやってるんですが、なんとですね、管理人さんがですね、上から電気を引いて、この下の段にですね、栗の木があるところがあるんですが、そこはね、電気が使えるようになってるみたいです。で、申し出れば、電気が使えるようにしてくれるということでしたので、ポータブル電源はないんだけど、まあ、電源を使いたいとかっていう方はね、あのお話すれば多分格安で、あの電気を貸してくれるはずなので、このキャンプ場もですね、まあいい選択肢の一つになるんじゃないかなと思います。まああとあれですよね、有馬記念ね、あとね10日間ぐらいは予想する時間があるので、有馬記念もね、まあちょっとずつ予想していきたいなと思ってるんですけども、まあ今のところはね、今のところは僕の本命はリスグラシューです。本当ね、エリザベス女王杯はうまいこと言ったんですけど、ジャパンカップはね、ジャパンカップはあの2着3着が逆だったので、まあちょっとその辺の甘さはあるんですけど、そういうね、甘さが残ってたりするのがまた面白いんですよね。自分の予想がまだまだ足りないなと思ったりとかするので、やっぱりね、あの今使ってるテントがこれ DOD の5人用のワンポールテントなんですけども、中がね全部メッシュです。メッシュだから、寒いかなと思ったんですけども、結構ね着込んでるっていうのもあるし、うん、今日はそんなに寒くないので大丈夫ですね。電気毛布があるっていうのも大きいと思うんですが、まあ、朝までぐっすり寝れるんじゃないかなと思います。スカートがついてないテントなので、結構ね下の方はね間が空いてるんですよ。間が空いてるんだけど、まあまあ思ったよりかはね寒くないので、とはいえね、息は白いんですけど、息は白いけど、まあ今日はねだいぶ快眠できそうです。ということで今回はですね、また小鳥の森キャンプ場で、のんびりと一泊させていただきました。それではおやすみなさーい。